はい、経過物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根翔です。はい、ですね、今回もですね、お試し体験の方に来ていただいた王さんのインタビューをですね、何回かに分けてお送りしたいと思います。王さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では今回はですね、応募した理由ときっかけを教えていただけますか。はい、前回も言った通りなんですが、はい、お給料の面で不満だったところ、 YouTube を見てこちらおもてなし便さんを見つけ応募させていただきました。あ、なるほどですね。今まさに撮ってる YouTube をそうですねご覧になってきていただいたということですね。はい、見てますか。はい、ありがとうございます。ちなみにどんな動画をご覧になりました。今日一緒に乗らさせていただいた、はい、河野さん、はい、先輩、河野ドライバー、はい、とあと庄司さんの話をいただいて、はい、でもうここしかないと思い応募させていただきました。ああ、マジですか。はい、それは僕も嬉しいですけども、河野ドライバーと庄司ドライバー非常に喜ぶかと思います。はい、ありがとうございます。うん、はい、はい、ということで、また次回ということでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。